エンヘドアンナは、紀元前2285年頃から2250年頃の人物。初代アッカドオサルゴンの王女であり、かつ、ウルシの月神ナンナに仕えた女神館で、様々な詩や文章を残したことで知られている。その名は、シュメール語で、天において称えられる主人、あるいは、アンの飾りである主人を意味する。彼女は、シュメール神話のパンテオンの中でも、 イナンナ神を最も称えており、シュメール神話のイナンナとアッカド神話のイシタルが一体化するのに大きな役割を果たした。ウルシから出土したアラバスター製の納円盤には、ジックラとの前で参拝する集団が描かれている。清水を注ぐ神官の後ろでは、頭に被り物をした女神官が、次女二人を従えて、鼻に手を添えて祈っている。円盤の裏面には、 アッカドのサルゴンの娘という碑文があるため、この女神官がエンヘドアンナだと考えられている。サルゴン王は家族たちを重要な地位につけることに成功しており、娘、エンヘドアンナもナンナ人の縁になった。これ以後、王女が援助神官になる伝統は、紀元前6世紀のシンバビロニア末期まで続いたが、エンヘドアンナは現在判明している限りその最後の例となる。 円盤の後ろには、ナンナのジルという文言も見られるが、ジョーン・ベステンホルツは、決心、ナンナの配偶神である女神・ニンガルの決心あるいは、名代という説を支持している。エンヘド・アンナは後年、自身の最も有名な詩である、ニンメシャルラの中でイナンナ神に助けを呼びかけている。彼女のおいにあたる、第四大王、ナラム神の時代、領土が拡大した王国内では、判断が、 相次ぎ、彼女も援助神官の地位から追放されていた。前述の奉納円盤の壊れ方が激しいのは、この反乱の際に破壊されたためとみられる。アネットスガールによれば、シュメール人が信じるところでは、この時彼女がイナンナ女神参加を書いたことにより、イナンナガ神が彼女の祈りを聞き入れ、ナラム神は9つの戦いに勝ち抜いて、シュメールとアッカドの統合を回復した。 この戦いの後、エンヘドゥアンナは再び、援助神官の地位に戻っている。エンヘドゥアンナは、作者が分かっている文章を書いた、世界最古の人物の一人である。一握りの初期たちしか読み書きができなかった時代に、エンヘドゥアンナは母語でないシュメール語も書くことができた。彼女の死は、神々の異様と、神々に使える自分を描き、神と自分との個人的な関係や、 個人的な心情を綴っている。また彼女は、私を語り手とする一人称の視点で文を書いた、最古の人物であり、エンヘドアンナ以前に、このような文書は発見されていない。イナンナ女神参加は、死の冒頭の言葉である、ニンメシャルラという語句から、当時は、ニンメシャルラの名で呼ばれていた。これは、彼女の死後も神聖な文書として崇拝され、後のバビロニア時代にもエドゥバで、 教材として用いられ、当時の図書館や学校の署名目録にも記載されていた。この詩を書いた年度版は100以上見つかっており、後世にもよく知られていたことが伺える。彼女の作に返せられている作品には次のようなものがある。以下は翻訳元の英語版記事での参考文献である。ありがとうございます。